雨のエリアが次第に拡大し、関東でも夜は雨となりそうです。それではコース予想を見ていきましょう。徐々に進めていきます。午後になりだんだんと雨のエリアが広がっていきます。お帰り18時や19時頃になると、特に西の地域ほど雨が降りやすい空となりそうです。そして夜には関東南部を中心として雨が降りやすくなる見込みとなっています。徐々に北部も雨のエリア拡大しそうですね。また日付が変わっていきます。朝方も雨のところが多く、特に通勤通学の時間帯も傘の出番となりそうです。最新の情報もこまめにチェックしていただきたいです。そして風の状況も見ていきましょう。このようになります。明日の朝7時の風予想です。北寄りの風が吹きやすくなります。特に伊豆諸島では平均で15から20メートル前後の風が吹く見込みです。またその他の地域でも風が強いところありそうですね。気温自体はそこまで低くはならなさそうですが、ただ北寄りの風ということもあり、よりひんやり感が増しそうです。暖かくしてお過ごしください。また最新の気象情報などはウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。ご活用ください。